皆さんこんにちは、クズチャンネルのブリヂストンです。今回はいつもやっている、スーパーマリオブラザーズクロスの、特訓版として、まあ、混合マリオという改造されたマリオをやっていこうと思います。はい、では始めたいと思います。ニューゲームで、このゲームではですね、6種類のキャラクターが使えるんですね。まあ、マリオ、まあ、改造なんで今日はマリオは使わないでいこうと思います。はい、じゃあ傍観者さん何がいいですかね。じゃあロックマンで、まあこれではメガマンなんですけど、まあこれでいきましょうかね。懐かしいでしょ。圧倒的にいくぜこれは。ほんと最初のシーンだから。ダッシュがないんだよこれ。あのキノコを取るとすごいパワーアップするんですね。これはロックマンは種打ちができるみたいな。物理を超えてるぜ。行くぜ。ほら。これを取ると何かファイヤーが使えるようになるんですよ。おー、危な。よそ見してましたね。よっ。よいしょっと。よっ。よいしょ。やべ、簡単だ、これ。これ、いつもやってるやつより簡単だ、これ。楽だわ、これ。めっちゃ楽だ、これ。あ、でもこのゲームセーブができないんで、やれるとこまでやるみたいな感じですね。あ、簡単だわ。本編の方を撮ってるときは最初のステージで2回死んでしまったんですけど、まあこれは簡単ですね。はい、早いな。まあ1面クリアですね。はい、では、次の第2面に行きたいと思います。フォーカーシャさん、次は何のキャラがいいですかね。これです。あー、はい、わかりました。これですね。じゃあこのおじさんで行きましょうかね。じゃあゲームスタート。あ、頭ぶつかっちゃう。頭切っとく。このおじさんはですね、ちょっと背が高すぎるんで、クリボーとかに普通にこれつけると当たらないんですよ。こうやって。なんで、しゃがまないとね、いけないんですよ。大丈夫だよ。キノコで。この人、キノコとかもあんまないです。うん、さっきはため息があったんですけど、これちょっと弾が大きくなるくらいで、あんまり意味ない。ノコノコにはちょうど頭が当たってる。目がすごい痛いと思って。人形じゃないの。下に、やっぱりこいつらは、下に置かなきゃいけない。あ、ここら辺に確かキノコがあったと思って、通っていきました。あ、危ない危ない。楽だわ、やっぱこれ。お、花だ。これを取るとですね、危ないですね。これを取るとどうなると思いますか。なんかでかいのが火ですか。違うね、これショットガンなんだ。ショットガンやね、これ。でもなぜか一発目がなんか3発目ですが、1個とか2個になるんで、ほらほら。ちょっと手抜きですかね、これ。まあこれで軽くいきましょう。当たらない、当たらない、当たらない。よし、ほら、このやろ。うお、あ、旅館に入りましたね。まあ、コイン取っていきましょうかね。あ、ゴールですかね、これ。あー、まあまあまあ、400点だ。
はい、2面をクリアしました。では次3面に行きたいと思いますが、次はどのキャラが、次はリンク、使いにくいんだそんなの案外使いにくいんですよ。剣とブーメランが音はいいんだけど、しかもこれブーメラン当たっても止まるだけなんだ。こいつやべ、逃げ行きたいな。ダメだもん、ほら、ほら、危ない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 、うわ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 、こうやって倒すんですね、これは。あぶね、あぶね、あぶね、おー危ない危ない、なんともなりませんね、これ服の色変わっただけですよ。使いますか、羽をふっ、おっ、おぉー、手でかくない、こいつ、ちょっと焦らせんで、ね、やばい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 、ちょっと待って、上がれなくないか、これ。亀踏んで一旦カット。